グイネット軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は80万5321人であり、2000年の58万8448人から36.9%増加した。人口ではフルトン軍に次いで州内第2位の軍である。アトランタ大都市圏の北東にあって、 週間高速道路85号線で結ばれている。軍庁所在地はローレンスビル市であり、同軍で人口最大の都市はピーチツリーコーナーズ市である。軍名はアメリカ独立宣言署名者の一人、バトン、グインネットにちなんで名付けられた。グイネット軍は東部大陸分水海に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は436.72平方マイルであり、このうち陸地432.73平方マイル、水域は3.99平方マイルで、水域率は0.91%である。群北西部にはチャタフーチー川国立レクリエーション地域の並びがある。貯水地のラニア湖が群西北部にあり、三州水論層の元になっている。 グイネット軍はグイネット空港という名前の地域空港を維持している。元はブリスコー飛行場と呼ばれていた。週間高速道路アメリカ国道ジョージア州道、グイネット軍は州内で最も人種的に多様な軍であり、国内でも多様な方である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アトランタ大都市圏の主要新聞は、 アトランタ・ジャーナル・コンスティチューションである。スペイン語新聞、エル・ヌエボ・ジョージアが、軍内のオクロスに近い未編入領域に本社を、置いている。グイネット軍公共教育学区が、軍内の公立学校を管轄している。NHL ・バッファロー・セイバーズとフェニックス雇用手図、およびメジャーリーグ・ベースボールのアトランタ・ブレイブス参加の、マイナーリーグチームがこの地域で試合を行い、人材を探している。 ありがとうございます。